こんにちは、ひかりです。今回もね、神保町ブックフェスティバルのね、お買い物中実況になります。見えない。本のお祭りですね。本が安く買えて、これはね、出版社のね、方がね、それぞれブースを出していて、それぞれ新品の本が全品 60% オフとかさ、もっと安かったり、すごいね、安く売ったりしてるんですよ。ただめっちゃ混んでましたね。その時の様子ですね。もうちょっと前になるんだけど、その時にね、撮影してきた動画ですね。何本か上げてるんだけど、今回もね、そのうちの一つ、まあ今回がラストなんですけどね、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。中古だったら今回結構いいのがあるから、いいですね。ちょっとね、撮影カメラ持ちながらだったんでね、なかなか人混みに入っていけないっていうか、大変でしたね。ほら、もう見れないんだよね。あった、これこれ、ここがね、いいブースなんだっけな、確か。そうだよね。ちょっと今人がいて入れないけど、まあなんかライブ的な感覚で見ていただければいいかなと思います。でも新品でしょ。ここ、なんとね、こち亀のなんていうのかな、学習漫画みたいなやつあるじゃないですか。コナンとかさ、ドラえもんとかもよくあるけど、この学習漫画のこち亀が全部新品で半額ですからね。これね、定価の半額なんだけど、定価の半額ぐらいで大体ね、ブックオフで売ってるんだよ。でもブックオフはさ、中古じゃん、古本じゃん。こっちは新品なのに定価の半額で売ってるから、この時ね、買えばよかったんだけど、もしかしたらブックオフで古本で100円であんのかなとか思ったんだけど、なかなかないのよ。これはね、買わなくて後悔したんですよね。カタログ買っときゃよかった。これはこれはね、本当に買っときゃよかった。今回買っときゃよかったシリーズが多いんだよね。撮影に集中しちゃったからね。今後ね、これこれアメコミ、アベンジャーズとかのね、あのアメコミに、アメリカのコミック、アメコミなんですけど、もちろん日本語に、ね、なってるんだけどね、翻訳されてるやつなんですけど、アメコミがね、安かったんですよ。確か定価の半額だっけな。だけどまあ、アマゾンの方が安いかなと思って、今回ね、別に買わなかったんですけど、結局アマゾンよりもね、アマゾンの中古の最安値より、こっちの新品の方が安いっていうね、まさかの事態でしたね。今回ちょっと気になったのがね、この辺はね、まあ映画のやつはいいんだけど、映画よりもね、映画になってないやつがちょっとね、欲しかったんだけどね、どれだっけな、ウォーマシンのね、主役のやつがあって、そうそう、アイアンマン2とかね、この辺はね、あの映画になってるからね。これはアントマンかな。ミュータント・タートルズもあるね。これこれ、これこれ、ウォーマシン・アイアンマンって書いてあるけど、ウォーマシンが主役のやつだと思うんだけど、これちょっと面白そうじゃない？ウォーマシン・アイアンマンって書いてあるんだよ。一応スター・ウォーズとかスター・トレックとかもあるのかな。いや、今のところも激アツでしたね。そしてこっちの方に来ると、まあ、いろいろ本がありますね。これちょっと歴史の本とかになるのかな。本当はね、僕ね、やっぱね、このね、神保町ブックフェスティバルとか、あとすぐそばでやってる神田古本市とか、これね、やっぱね、図鑑系が安い気がする、一番は。だから僕、特撮とかおもちゃとかの図鑑が欲しかったんだけど、ちょっと今回ね、出会わなかったというか、古本市の方にはあったと思うんだけど、行けなくて、この後の古本市にまだやってたから、行く予定だったんですよ、別の日に。その日ちょっと行けなくなっちゃって、結局ね、行けずに終わっちゃったんで、また来年ですね。来年また行って、その時もまたね、できれば撮影していきたいと思いますね。で、皆さんに様子をお届けできれば。でも、なんか、これ見てくれた人がさ、それ見て、ああ、こんなんがあるんだって知って、行って、僕に会って、声かけられる可能性があるっていうね、ワクワクがありますね。ああってなる、ああってなって、僕多分人見知りというか、この前アマゾンで買った本の、普段こんな大人しいんだと思うと思います。そう、新しい人と会ったりすると結構ね、おとなしくなりますし、ね、あ、どうもすげえなっちゃうと思います。今回ね、カメラを手持ちにしたんですけど、手持ちだとね、本を見れない、ちゃんと。だからね、マウントした方がいいかなと思って、次はね。お、グッズ系もあるね。なんかかわいいパンダ。あ、やっぱ安くなってんだ、かなり。新品だからね、オール500円。わー、この辺とかも激アツじゃん。
後で見返したらこういいなって思うよね。忘れがちなの。こう見てた時はそんなに値段とかもよく気にしてなかったから、こんなんがあるんだって済ましちゃったけど、あ、そうそう、靴下だけ僕が食いついたんだね。これ買って買った方が良かったかな。いや違う、今うちちょっと靴下は多かったんで、リサイクルショップに行くたびに新品の靴下安いのちょっと買ってたから、ちょっと今靴下は、ね、いっぱいあったから買わなかったけど、ちょっとこれ靴下が一番気になったっていうね感じですね。リュックとかもいいけどね。リュックはね使うからね。靴下ね。何のやつだろう。毎日靴下、まあ靴下は大体毎日履くから、ね、特に冬場は裸足ってわけにはいかないからね、家にいてもね。デスクワークの人とかは結構分厚い靴下とかあったらいいんじゃないですかね。よくねオフィスがさ今靴履かないとこも多いじゃん、絨毯のとこ、フローリングか絨毯っていうか。あ、これこれ紙じゃないね、紙に見えるんだけど紙じゃないブックカバーっていうのがあって、店員さんがねこうおすすめしてくれたんだけど、実際破こうとしたら破けないんだよ。それをなぜか試したっていうね。破けないから破いてみてって言われて破いたんだけど、破けなかった。紙じゃない、紙に見えた紙じゃないっていう謎のね。だからブックカバー紙がいいって人も多いじゃん、多いっていうか、まあそっちの方がいいなと思うけど、でもさ紙だとすぐ破れちゃって1回限りしか使えないってなると、うん、紙やなと思うかもしれないじゃん。そういう人にいいと思う。まあね、そういうのがあるのだけ記録してってねって言われたんで、はい、一応そういうのがあるよっていうね。結構僕はねいいと思うんだよな。あ、やっぱね電車とかに乗るとどうしても僕とかあんま気にしない方だとはいえ、あの内容によってはブックカバーしたい時あるじゃないですか。あまりにもさ露骨な自己啓発とかになるとね、なんかブックカバーやっぱ電車だとブックカバーしたいなと思うんで、多少ね、まあ物によるけどね。はい、ということで、ね、今回はねこんな感じで神保町ブックフェスティバル見ていきました。ではまた来年って感じですね。ご視聴ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。